ロジャース・ホーンスビー、ロジャース・ホーンスビー・シニア、ロジャース・ホーンスビー・ s スワール、1896年4月27日から1963年1月5日は、アメリカメジャーリーグの野球選手、及び監督。主なポジションは、内野手、テキサス州、ウィンタース生まれ、右投げ右打ち。打席での、堂々とした振る舞いやロジャースという名前の響きから、ザラジャ。 ラージャイコールインドの王様とお愛称で呼ばれた。テッド・ウィリアムズと共にメジャーリーグで、打撃三冠王を二度獲得した強打者で、史上最高の二塁手と称される。のシーズン終盤、19歳の時に、マイナーのウエスタン・アソシエーションリーグに参加していた、デニソンという球団から、セントルイス・カージナルスに入団。早速メジャーの試合にデビューし、18試合に出場する。カージナルスには、 遊撃手として入団したが内野はどこでもこなせたようで2年目の2は1塁から3塁まで内野の4つのポジション全をこなし2は遊撃手として当時のメジャー記録に並ぶ1試合14補殺という守備記録も打ち立てているただホーンスビーは高く上がったポップフライを取るのが苦手という弱点があった配送したり真上を向いたりした際に 彼の平行感覚に異常が生じるためだった。その後二度の三冠王になるホーンスビーの打撃の凄さは入団2年目に早くも開花し始めていた。1916年の打率は313、15本もの三塁打を放ち、長打率はすでに444になっていた。翌1917年に打率は327とさらに上昇し、 三塁打17本はリーグサイトとなりリーグトップの長打率484の成績を残すまでになっていた。ホーンスビーは打席に入るとバッターボックスの一番後ろのベースから遠い角に立って構えそこから大股で内側へ大きく踏み込みながら完璧なレベルスイングで強烈なラインドライブを右に左に打ち分けていた。一塁を回るスピードも速かったため 多くの打球が単打で終わらず二塁打や三塁打になった。加えてホーンスビーは気まじめで冷静な性格だった。退場処分は1918年に2回があるだけで、それ以後は審判の判定に文句をつけることも、ほとんどしなくなっていた。徐々に選球眼も良くなっていったようで、他チームの投手から恐れられていた1920年代前半には、大きく踏み込む打撃スタイルのために最も苦手に、 していた内角高めの投球に対し、ホーンスビーがのけぞる姿勢を見せると、審判がボールとコールするようになってしまっていたという。1918年と1919 19年の打撃成績は一時落ち込むが、1920年に MLB はライブボール時代に突入。使われるボールの規格が変わり、よりボールが飛ぶようになったことで、 ホーンスビーの打撃は当主にとっての脅威となった。同年、ホーンスビーは二類種に定着し、後にその守りは鉄壁、神技と称されるようになる。打っては218安打と打率。370、94打点を記録、リーグ首位打者と打点王の2冠を初めて獲得する。翌1921年は154試合に出場し、安打数、得点、二類打。 三塁打、打点、打率、出塁率、超打率でいずれもリーグトップとなった。そして1922年、打率はついに自身初の4割、打点は150打点に届き、それまでの首位打者と打点王に加えて、リーグ最多の42本塁打を放ったホーオーンスビーは、自身初の打撃3冠だけでなく主要な打撃部門の、リーグ1位を、ほぼ独占する成績を収めた。 1923年こそ出場試合数が少なく、首位打者となっただけだったが、1924年には、ナショナルリーグ記録となる打率、424を叩き出す。さらに1925年には、タイカップ以来となる、メジャー大記録の2年連続となる打率4割超えを、達成。3度目の打率4割も大記録である。さらに、 143打点と39本の本塁打で、メジャーリーグ史上初の2度目の打撃三冠王を獲得する。しかも、この2度目の三冠王は、自身がブランチリッキーの後釜として、カージナルスの選手人監督をしながら成し遂げ、監督兼任での三冠王を獲得は、投手も含め唯一の記録となっている。同年、ホーンズビーは、ナショナルリーグの最優秀選手にも選ばれた。 1926年、ホーンスビーは監督としての成功を得る。自身の打撃成績はそれまでの6年間に比べると見劣りしたものの、カージナルスを初めてのナショナルリーグ制覇に導き、ワールドシリーズにも勝利した。それまでの活躍もありすっかりカージナルスの英雄となっていたホーンスビーだったが、この年のオフに待っていたのはジャイアンツとのトレードだ。 1926年オフ、ホーンスビーはカージナルスに年5万ドルの3年契約を求めたが、当時のオーナーだったサブブレトーンとの折り合いがつかず、結局この年の12月にニューヨークジャイアンツのフランキー・フリッシュ、ジミー・リングとの交換トレードが成立。ホーンスビーはニューヨークへ移る。ジャイアンツに1年所属し打率、361、125打点の成績を残すほか、 当時監督だったジョン・マグローがシーズン中に療養のためチームを離れる間監督を代行した。翌1928年にはボストン・ブレーブスへ移る。ここでも自身7度目となる首位打者のタイトルを獲得したものの、同年オフにシカゴ・カブスとの1対5プラス20万ドルという破格のトレード成立。ホーンズビーはシカゴへ移ることになった。 カブスへ移ってもホーンスビーの打撃は衰えを見せず、この年も打率。380、149打点、39、本塁打を挙げ、2度目のナショナルリーグ最優秀選手に選ばれる。1930年に足の怪我で満足にプレーできなかったことが転機になり、同年、ホーンスビーは前任のジョー・マッカーシーの後を継いで、 カブスの監督を1932年まで務めることになる。しかしホーンズビーは1932年8月2日のゲームを最後に監督を解任され、カブスを放出されてしまう。同年カブスはリーグ優勝を飾る。翌年セントルイスへ戻ったホーンズビーはカージナルスで一時プレイした後、セントルイスブラウンズの監督に就任、1937年までブラウンズの指揮を 取るしかし当時のブラウンズはすでにホーンスビーの手に負えない弱小球団になっておりチームは毎年再開争いを繰り返すだけだった選手としてのホーンスビーの最後の出場は1937年7月20日の試合で同年シーズン中にブラウンズを離れたこの頃ミネアポリスで腕を磨いていたテッド・ウィリアムズと出会っている彼は荒っぽく人付き合いの悪い人物と 評判だったが、ウィリアムズによれば、非常に親切にしてくれたという。春季トレーニングの後よく二人きりで練習をしたと、振り返っている。また、引退とともにホーンスビーの長き活躍を記念して、フルスカージナルスは、SL のロゴでホーンスビーを検証し、現在は、永久欠番扱いとしている。ホーンスビーは晩年こそ、背番号をつけたが、きさんだった頃のシーズンは、 背番号を導入前だったため、その当時のチームロゴを欠番代わりとした。なお、ホーンスビーの検証は、永久欠番第1号である、ニューヨークヤンキースのルー・ゲイリックよりも2年、ナショナルリーグの永久欠番第1号であるニューヨーク、ジャーンツのカール・ハッペルよりも7年早い。引退後は、数年間選手権人コーチとして、マイナーリーグで、プレー・指導を行っており、 その間1942年にアメリカ野球殿堂入り選手に選出される。1950年よりマイナーチームの専任監督として現場に立つが、1952年にブラウンズのビルベックに呼び戻される形で17年ぶりにセントルイスブラウンズの監督となり、メジャーリーグの場に復帰、51試合指揮を取った後、同年中にシ,ンシナティレッツの監督に就任。 翌1953年まで引いた。監督退任後はコーチとしてホーンス B は現場に立った。1958年から2年間コーチとしてシカゴカブスに在籍。1962年には新球団ニューヨークメッツのコーチとして招聘され、若い選手への指導を行った。現役を引退した後も、ホーンス B はタバコや酒は愚かコーヒーさえ口にせず、 目が悪くなるという理由から映画も見なかったという。1963年1月5日、ホーンスビーはシカゴの病院で白内障手術の最中に心臓発作を起こして急性する66細胞図。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。